おいはオスカルと申しますので、ブラジルに1965年に生まれて、自分のその文化的なカルチャー的なバックグラウンドというのは、やっぱり生まれた育ちブラジルと、やっぱりこう家が日本人だったから、こうアジアというのがすごい強いというかね。そこからまあヨーロッパにちょっと住んで、アメリカに住んで、まあその混ざり具合が自分の想像力のもとではないかなと思うので、船は人間、情報、物を持ってきたり行ったりする上海の街の特徴ではないかなと思ってますね。今回の自分が考えた船という昔の100年前の船のデザインだけれども、同時に上海というのはすごい高層ビルがこうどんどん建って、今のそのビルの特徴というのはすごいガラスを使う、そのようなその現代的な素材を使って昔のなりの船のデザインを作ったら面白いんじゃないかなと思って、これから未来へ向かう船を作ろうかなと思ったのは、今回のガラスでできた船というのを考えついたというか、そのガラスの船の中に地元の土を入れて、その土からまあ自然に植物が入ったら面白いんじゃないかなと思って、ただの船だけでなくて周りのランスケープを考えて、まあ船が動いているような波の形の芝生を作ろうかなと思って、理想的に言うとその春の一番緑が綺麗な時に夕方こう斜めの光で上から見れば一番綺麗なんじゃないかなと思います。広場に作る作品はそのなんか画廊とか美術館と違って、やっぱこう要するに画廊とか美術館に行く時にはすごいそのアート好きの人が行くけど、やっぱこう街の真ん中に物を置くと、まあ子供から年寄りからその美術好き嫌いの人も皆さんが見に来るから、芸術祭は一瞬始まって一瞬終わるけど、作品はまあずっと残る、そのアートにもまあ逆にこれから人が、この地域で人が増えてくる、新しいビルが建ってくるから、公園を利用する人も増えてくるから、そのアートを通してこう人が動かす力っていうか、それはまあいいことではないかなと思いますね。